こんばんは。ミビリンが11時20分お知らせします。イエーイ、ということで今日のゲストはこちらの方々です。こんにちは。こんばんは。やっほーこんばんは。こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。したはい。今いるのは、あ、喋っていいよ、喋っていいよ。あー、OK、よかったよかった。喋っていいよ。ここ NG なんかと思った。違う、喋っていいよ。一人ずつ。え、でも全部流れるよ。あ、OK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 。私、最後でいい。はぁ、あ、わかりました。じゃあ、まず、誰からいきますか。ウィリキューちゃん。ウィリキューちゃん。はい。女の名前で。バーベキュー。バーベキュー、好きな焼肉はホルモン、バーベキューです。BBQ ちゃん。違うわ、 BBQ だったわ。ちゃんです。いいんか。はい。私を始めにしたら大喜利大会が始まるよ。次誰いきますか。踊り姫。みんなそんな指名な、はい、踊り姫。踊り姫。うん。わし。はい。うん。と皆さんお久しぶりです。踊り姫です。可愛い。どうも。え、まあいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。何が。次はこんちゃん。こんちゃん。みなさん、8日ぶりです。こんにちは。よろしくお願いします。お邪魔します。こんちゃんです。こんちゃん。私が知らない間にみんな面白いね。ユニークなものがついてるもんやん。次。ネトレイも全部流れとるから、今日。マジで黙っとくわ、一回。ユニリのショールームで。次、ごはんちゃん。あ、ごはんちゃん。ごはんちゃん。いいな。いるいる。あ、いる。はい。いるよ。はい。皆さん、一応、かぶせんで。ごはんです。はい。ごはんちゃん。ねえ、かぶせんでよ。ごはんちゃんです。よくオチのない話をする。ごはんちゃん。オチのない話を。ごはんちゃん、かぶせんだ。です。はい、そして。すごいね。ブー行けば。あ、ごはんちゃんさん押してます。だってお、すごいね。面白くないけどすごいね。ひどいね。次はごめんね。いいわ。うん、もう一回。うん、うん、ブーです。ブーです。ブーちゃんです。なんでそんなのちっちゃい時の顔がモンスターズインクのブーに。あー、そうか、確かに。まだブーちゃんです。超に撮る。カメに撮る。次、こたつちゃん。あ、チェミこたつちゃん。どうもこんばんは。セミコタツという名前がちょっと嫌だなと思ってコタツに改名したいセミコタツです。許されんよ。許される。許されんよ。あ、皆さんコタツちゃんにしたいんですけど、私コタツちゃんは被るからダメよ。長い長い長い。許されん。コタツでいいじゃん、長くない。コタツちゃんはセミがいいよ。被るからダメ。セミでいいじゃない、セミ。あ、ちょっと夏限定じゃん。かわいそう、なんか。そっちの方がいいよ。何でもいいよ。
最後、大鳥楽しみだな、大鳥楽しみ楽しみ、何面白いこと言ってくれる。あ、でもショールームまでは初めてかもしれない。私誰ラオウ、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 ラオウでいいじゃん。あの、はじめまして、ラオウです。ラオちゃんです。ラオちゃん、ピュアです。なんかちょっと面白いこと言ってくれる。いや、ちょっとやっぱ最初だけさ、ちょっと邪魔しちゃいたんけど黙っとくわ、ちょっと。趣味は、趣味、趣味、趣味は、趣味は歌うこと。歌って何、お歌うこと。なんでまたよ。ちょっと一フレーズ聞きたいな、歌声。マリア。絶対ダメ。なんで恥ずかしがる。どんなタイプじゃない。恥ずかしいわ、ほんまに。シェンロンちゃんはさっきまでいました。けど今はもうお風呂に行きました。はい。9人でずっとショーズもやってました。ラオウ、ラオウに自己紹介して、嬉しいね。ん、順位って、うるさいな。ユミリン自己紹介して、ユミリン自己紹介して、はい、うん、そう、最後はやっぱりユミリンです。よろしくお願いします。ええ、それじゃないよ。ユーリン、ユーリン、うん、おー、ユミリン、エネルギーチャージ完了。えからの、可愛いけ許すからの、からの、からのないよ、からのないよ。はい、山口県出身、ユミリンこと滝乃美子です。かわいい、お願いします。かわいいけ、かわいい、かわいいで、えい、照れてるからの、もうないです、もうない、かわいいね、もうない。友達もっとちゃんとリアクションしてやって。こんなもんよ。そう、みんなのコメントも何人か見てる。そのショールームを開いてる子がいるから。え、な、何に対しての？あのユミリの自己紹介。ユミリの自己紹介じゃない？うん。あ、すいません。すいません。はい、友達は普通に可愛すぎて言葉が出んかった。いや、そう、いや、言うわ、開いた口が塞がらなかった独特の名前。それは違う、これそれは違う、気になって無駄な時に使うやつ。嘘、いや、私はでもいい意味だと思ってるから、うん、いいんじゃない。そんなね、やっぱ自分もういいわ。見ていられなかったよね、素敵すぎて。なんて、そう、見ていられなかった。見てないじゃん、もう。さっきまではあれだよね、なんか教科書の話とかしとったよね。ああ、そうだね、教科書。皆さんは教科書、同じだったね、教科書を使い終わった教科書、うん、捨てるか捨てないか、そう、捨てるか捨てないか。まだあるよ、私。そう、なんか BBQ ちゃんはその使わない教科書を全部そう実家からその持ってきててね。そう、結局勉強するかなって4年間5年間一回も使わなかったんだよね。しかも普通に数学のとか持ってきて開きもしなかった。数学とかいつ見る、なんかやるかな、なんか確かなんか最初やったけんさ、大学行く時なんかやる気に満ち溢れとったよ。あー、なるほどね。書き込まとかを勉強して、大学で数学なんか忘れんようにね。うん、やっぱ頭使ってかんといかん、きれいにさ。え、でもなんかコメントでは皆さん結構残してる人が多い。うん、してないんだ、すげえ、大事に持っとんじゃな、すごいね。え、図工の授業とかに工作したやつは、あ、そう、自分の授業、小学校とかで工作の授業で作ったやつとかってどうしてますか。それを捨てどうしようっていうのをこんちゃんが言ってる。あと昔のテスト、テスト。なんでこんちゃんの悩みとか出せりしたいものがあったらショールームで聞いてもらうよ、みこちゃん。これしてますかって。でも私小学校の時に
棚作ったけど、それは今も使える。あー、まあ、棚とかはね、使えるもんだから、ね、使うけど、絵とかはしてる。絵は絶対あるわ。絵はさ、何かの授業でさ、あの、うん、鶏のさ、うん、鶏を作ったんよ、なんか紙粘土で。うんうん、塗ってみたいな。でさ、帰り道にさ、なんか幼なじみの子と一緒に帰っとって、でなんか互いの鶏見せ合って、え、うん、そっちの方がよくないみたいな感じになって、お互い、うん、交換しようってなって、交換して持って帰って、お母さんにこれ作ったんよって見せたのめっちゃ覚えてる。かわいい。あの 後ろめたさで、あの作ってないのになって家持って帰って他人の作品を見せるっていう。でもジミリは宿題で売れるよるけど、ね、ジミリは夏休みの宿題とか、うん、早めにやるタイプですか、ギリギリなタイプですか。夏休み入る前はに、なんか終わらせ、今年こそは夏休み前半で終わらせようって毎年思って、わかるわ。もらった、もらった瞬間にその1日の限界までやる、とりあえず。もらった瞬間にやって、すごいや。あ、もうあとこれ1週間あったら終わるじゃん私みたいな感じのテンションで1日頑張って、あとはもう最終日。やってないじゃんその間。夏休み入る前と。終わる直前にやります。でも分かるな、一緒一緒、25日ぐらいから分かる。しかもなんか考察とか、なんか自由研究とか、なんかギリギリなくせになあなあにしたくないから、無駄に凝ってもうめっちゃ超徹夜みたいな感じ。さすが、何事にも真剣なゆみりん。何事にも真剣。私も最終日に泣きながら絵描いたことある。終わらなくて。だって終わらんのやもん。で怒られる。感情的な絵になってる。芸術性の高い。吉野ヶ里遺跡を描いたんじゃけどさ、あれってほとんど全部茶色やけ。茶色やけさ。なんで吉野ヶ里遺跡描いたん？いや、なんか行ったことあるところの方がいいかなって。最悪だった。私姉ちゃんと共同作業だよ。いいね。兄弟よ。兄弟よね。いいね。そうだ、私夏休みの宿題じゃないけど、いいじゃん。そう、さっき奈々さんがやってたじゃん、岡田奈々さん、あれを私もやらないといけない。お母さんに怒られた。怒られた。なんかこれ新聞に載ってて、その ST がミサンガを編んでるみたいなのが、それみんな完成したやつを持ってるんだけど、私の写真だけこうやってんの。それ思った。いいと思ったそれ。え、見た？新しいじゃん。見た。だからもう紐じゃんと思った。まあ、今日電話したんだけど、お母さんと。まだその時に、まだ紐の段階。そう、なんか何しようかね、あんただけ紐持っとってからって、みんななんか素材、みつきちゃんとかなんか頑張っておった、岩田ひなちゃんとか10本使って折ったりとかしよったのに、なんかなんで一人だけ紐持っとんみたいな、しかも新聞でって言われた。もう紐の状態ならまだ写真撮らんでよ。確かに。なんかミサンガを作ってるところとか、ミサンガに関する写真を送ってって言われたの。そう、いや、それ作っても私持っとるだけじゃん紐。ミサンガの材料だから。え、それってもらえる？それ、これは、あ、企画があってですね、これは。始まった。振ってあげたの。振ってくれたんだよね。え、思いをミサンガにつなげよう、 ST48 手作りミサンガに愛、思いを込めてっていう企画がありまして、え、まず1、 ST48 オフィシャルツイッターをフォローします。どういうこと？2、ハッシュタグハッシュタグおうちでの過ごし方、ハッシュタグ、ST48 と瀬戸おうちで、ハッシュタグメンバーの名前、ハッシュタグ、例えば私のミサンガが欲しかったらハッシュタグ滝奈美子でやって、おすすめのおうちの過ごし方を投稿した方
その一メンバーにつき10人に未参加が当たります。でも滝野由美子って今送ったらさ、紐だけ来るんでしょ。あ、そうです、ね、違います、ちゃんと皆さんまだですよ、うん、ちゃんとこれから紐だけなんか来るよね。これからその分いっぱいいっぱいあるじゃん、共同作業じゃない、共同作業、紐は送るから自分で編めってことかじゃないです、ちゃんとやる予定です、今週中に。今週っていつから今週なのか分かんないけど今土曜日だから宿題最終日にやる人よ、信用できるわ。でもそろそろやらないと、 STU のさ、うん、STU の応募もさ最終日の夜だったじゃん、送ったの。あ、そうそうなの、そうだよね、懐かしい。そう、こんちゃんの部屋で最終日の夜にやっぱり応募するって言って、こんちゃん家で写真を撮って一緒にあれだよね、文章とか考えたよね。で最終日の締め切りの夜に送りました。本当にギリギリ、裏話ですね、裏話ですね、うん、ただタワーが、タワーが、遠藤さん、遠藤さん、星80個、遠藤さん、ユミリンの笑顔が見れて嬉しい、お友達ありがとう、お友達ありがとうだって。あ、遠藤さん、この間の遠藤さんじゃん。あ、そう、この間の遠藤さん、ありがとうございます。いらっしゃい、いらっしゃい、遠藤さん、ありがたいね、ありがとうございます、遠藤さん、ありがとうございます。うーん、こんちゃんも応募したのって同じこと言う。なんでこんちゃんも応募したのだって。え、滝野由美子で、あ、STU にじゃない、わかんない、どっちだろう、 STU じゃない、これは STU じゃろ、応募しましたか。はい、してない、してない、嘘です、嘘です、してない、してないです、してないです。え、じゃあこの中で応募した人、ユミコ、はい、 BBQ ちゃんパッチリ一重だからいけるだって、ね、いじられとる、いけるかないじられとるよ。歌の審査の時にあのガチガチのやつを歌えばいけるし、あーモーツァルトとか、モーツァルト、モーツァルト、また弾かれる、弾かれる、うん、アイドルにそんな歌唱力、夜の女王のアベマリア、え、アベマリア歌って、じゃどのアベマリア、アベマリア、あのいっぱいいらっしゃいますけど、アベマリアを作曲された方は、カスカスややっぱ夜やけ、これ配信されてるけど大丈夫なの。さっきのアベマリアすごい配信されちゃったよ。歌わないの？うん、恥ずかしい。恥ずかしい。歌えるじゃん。じゃあ私、あっちのマリア聞きたい。マリアか。おはこおはこ。みんな酔っ払ってるって言われて。歌担当が来てくれて。結構みんな、そう。みんなちゃんとシラフで、シラフの方がみんなよく喋る。シラフよね。うん、うん、そう。飲んでない。コーヒー美味しい。サユ美味しい。そう。ブーちゃんはずっとサユを飲んでます。配信しながら。配信するって言って。配信。まあ、なんかズームしながら配信って言った。ブーちゃん始めたのショールーム。クローカー。誰もファンおらんけん、成り立たん。何ジュースですかって。え？ジュースですか？缶ジュースですか？何が？あの USA のくだりでしょ。あ、U。あ、なんだっけ？なんかその実はあの USA のくだりはあのブーちゃんが。言ったやつなんです。私がそのみんなのグループの LINE があるんだけど、そこで
なんだっけな。あ、そう。六時に起きた話。あ、そうそう、六時に話。夕方の。した六時に起きた話でめっちゃいじられて。そしたらブーちゃんが笑った話してほしい。なになに？もっともっとね。あった。それをあのお弁当近くに買いに行った時に、それでそのブーちゃんがなんか昼夜逆転成功してるやんって、まあドパンプもどっちかの夜は昼間ってやってるから大丈夫よって言われて、それをなんか家にいるテンションでって笑ってたんだけど、お弁当取りに行った時にお弁当屋さんにいた時だったので、それを忘れて、なんか最近家でよく声出して笑うんだけど、そのテンションで笑っちゃって、笑った後にあ、ここお店だったってなってっていう話。お客さんおったんやったっけ。お客さんはいました。はい、お店はね音楽がかかってたので、まあ聞こえないかなって。そのブーちゃんのコメントサンキュッパで書いとったよね、ツイッターに載せるために。サンキュッパで売られたらしいです、ネタを。その中のコメントとかでね、めっちゃみんなもコメント見てて、このコメント面白いみたいな話をみんなでしてた。いっぱいいっぱいいっぱい知恵、めちゃくちゃ例えっていうか、なんか替え歌みたいなのが上手やった人がおったよね。お安いですねって言ったけど、398円って思われたのかな。あ、違う、3980円です。結構高めです。結構高め。あとでブーちゃんの口座に振り込まれます。口座教えてください。4000円でいいじゃん。確かになんでちょっと安い。なんでみさんがと一緒に。ダメ、紐になるけ。いや、紐はいいな、自分で作るわ。やれて、STU のカラーの紐な。いや、この紐の色は自分で選べるの。なんかめっちゃめっちゃくちゃ。ユミリンの色は何ですか。なんか50種類ぐらいあって、その中からいろんな色が選べるんだけど、私はなんかこんな感じの色を追って作る予定です。ちょっとこっちで全部見えば。こんな感じ。いいね、かわいい。全部全部紐なんですけど、まだ全部紐。なんか一本も作ってないってこと。うん、一本も作ってないってこと。え、なんか一本作りかけたんだけど、もらった日に二段ぐらい。夏休みの宿題じゃん。二日にちょっとやったけど、そしたらなんか二段ぐらいでわけわかんなくなっちゃって、なんかあのあって思って、そのままにしてます。はい、あなた最終日に何本編むことになるのこのペースで。でもなんかなあなあな時に作っちゃダメだなと思って、やっぱりこのミサンガのプロジェクトも、なんだろう、思いを届けるっていうか、そういうプロジェクトだから、しっかりこう思いを込めて作らないといけないから、なんだろうっていう言い訳じゃん。ちゃんと思いを込めて。思いを込める日っていつなん、逆に。え、でもこれはこれは本当になんだけど、マジで私これ明日作ろうと思ってる今。お、今明日、明日作ります。じゃあ明日のショールームでできたやつが見れる可能性があるってこと。はい、そうです、本当に。いや、多分明日の多分皆さん聞きましたか。多分かな。この今見てくださってる人たちみんな聞いてますからね。聞いてます、多分多分や。え、それ何本作ったら終わり。これは 10人に当たるので10本です、1人。限定10名様。限定10名様です。ね、え、欲しい。みさんがでも欲しい。あ、じゃあぜひ STU 公式をフォローして、うん、ハッシュタグ、うん、瀬戸 STU48 なんだっけ、
ハッシュタグ滝の由美子、ハッシュタグ、ハッシュタグフェスティフォーティエイトと瀬戸おうち、ハッシュタグおうちでの過ごし方の3つのハッシュタグをつけてツイートしてください。了解です。でも私由美子の応募しても毎回外れるけど当たらんわそうだよね、多分握手会ね、落選される、そう外れたよあれ、そう握手会を申し込んでくれたんだけど、申し込んだけど外れたよ、そうた、なんか、ね、完売その申し込みでちょうど完売してしまって2人とも外れたんだよね。そう5月だったっけ、でも本来、あそうだね確かにね、ちょうど、ね、そうそうそう今月のね、私未だに落選メール置いとるよ。あ、置いとる。恨んどる。あ、でも次あの延期になったけど5枚目のシングルが次出るので、その握手会が多分また応募があると思うので、ぜひ。ユミで選抜に入れた？あ、今回は全員選抜です。すごい。2期生もだし、1期生もだし、全員選抜なので。はい、すごいね。すごいすごい、そうだからみんな選抜メンバーです、うん、延期にはなってしまったけど、いつか、うん、いつかまたあるので、もう5枚目か、もう5枚目、はい、ね、うん、みんなは4枚さ、うん、リサンがさ、うん、足につけるよ、腕につけるよ、あ腕、あどっちなんだろうな、指にしたらめっちゃ早作れるんじゃない、小指に巻くやつって聞いて、小指小指よ最初に人それぞれなの、小指触れるやん、そこ確かに指輪みたいな、うん、可愛いと確かに、そしたら明日までに絶対10本終わるよ、え、でも、でも小指ぐらいできるんだったらもうそのまま無心で編んだらいいじゃん、だからなんならそれだったら別に作れると思う、ただ私は2段目で手こずってるから多分指輪もできないんだよね今そう作り、やっぱ紐だ気持ち込めて作るとか言って結局無心で作る無心で作るって言ったね、無心気持ち込めるって言ったよね、いや気持ちを込めてなんだ邪念を払ってやります、はい、邪念払ってね、邪念を払って、うん、精神を統一して、精神を統一してやるので、うん、はい、もういつもタワーくれる遠藤さんにはあげたら遠藤さんにはあげた方がいい、うん、まあ、いつもサウナと当たるといいですね、確かに確かに面白いまあでもあの本当に抽選なので、うん、誰に当たるかは分かんない、ね、友達落とされるけどねそうね、容赦なく、容赦なく、友達もね、友達であっても握手会は落とされるのに、ちゃんと抽選なんて、ブーちゃん泣いてたよね、落選した日、泣いた泣いた絶対なんかさ、私車高に行けるときにバスの中でメール届いて、うん、で多分結構な声で言った気がする、最初にだってね、反応したよね、多分、うん、声出た、ね、はい、でもなんか水色とか白とか見るだけで STU って感じする、すごいね、イメージがなんか、ありがとうございます、イメージ爽やか、爽やか、うん、海の、うん、自粛しとるけん手伝えんな、嬉しいみんなは STU の曲の中で何が好きですか？風を待つが好きです、風を待つが好きだな、暗闇、うん、夢力も好き、あ、好き、あ、どうぞ、踊れるよ、踊れるよメンバー、メンバー違う、上手、できた、みんな、みんなこうやってんのそう、正解は、ほら、こっち、あ、そうそう、こう、そう、ビビキーちゃん合ってる、入れるね、もう、いや、それで入れたら運ではないなやっぱ私無謀が一番好きかな、無謀、ね、私も好き、無謀な夢を覚めることだ、ね、私何が好きかな、あの思い出せてよかった、へー、あーいいね、あーたまに聞く、え嘘
意外と知っとるん、意外と知っとるんだ。大好きな人がいる。あ、大好きな人。あ、切なくならんのか、でも。切なくない。切なくそうになる。ダオ、なんか大学の通学でそれ結局だって言われてたいですね。大通学聞きたくない。大学行きたいって言ってたの大好きな人。マジで、え、自分よく好きな人。あの、うん、自転車の乗りながらとか聞きたいよね。あ、そうそうそう、そう、聞いてるね。あれも好き、風を、風を待つ、風を待つ、あ、風を待つ、シャンルンルンルンみたいな。そうそうそう、 PV が好き。うーん、 PV 好きでよく見る。尾道いいよね、尾道。うん、うん、あの尾道、ね、あの尾道の階段とか滑らんかった？あ、滑、なんか滑ってる。 PV 誰か焦げとったくない？あ、そう、うん、岡田奈々さんが、うん、え、私たちも焦げたよね。焦げたんじゃない？誰だっけ、なんかさ、誰焦げた？いや、私焦げた。ラオかな。ラオ、あ、私そこけたよ、どっかで。なんかヒール履いとった。そうそう。ね。そうそうそう。ヒールで行くべきではない。うん、大丈夫、私スニーカー履いていてもこけたから。なんかさ、おみくじしたくない？した。おみくじ私するもん。へえ。この道ね。今ね、うん、え、向こうってさ、秩父ヶ浜やね。あ、そう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 。今帰省でね、入れんくなっとる。うん、あ、そうなんだ。やっぱり。ゴールデンウィークもコロナのおかげで入れんくなった。そうなんだ。そうだよね。ブーちゃんはそっちの方面の方なので。こっちの国の方です。そっちの国の方。そう、みんなだってそうじゃんもんね。違うもんね。観光地みんな、みんなバラバラなとこにいるね。ね、バラバラじゃんね。うん。SPU の PV ってなんかロケが多いイメージがある。ああ。外が多くない？外、全部外。有名。全部外だし、全部瀬戸内で撮ってる。あ、そうなんじゃん。今も来とったよね。うん？小豆島持ったよね。あ、小豆島、そう、思い出せてよかったが、小豆島。香川を、うん、うん、確かに香川、広島が多い。なんかすごく、うん、香川、広島、山口でも撮ってほしいね。え、そう、うん、山口なんか、山口でも、いや、こっち方面も、こっち、あ、愛媛、愛媛ら、愛媛、愛媛方面もぜひ。じゃあ島根も、島根も島根はみんなすごいね。確かにみんな、すごい、トークの水族館のことみんな知っとんやね。あれできとん、あ、でき、この前できたよね。できて行くので、あの四国の人だけ優先で入れとって、うん、今日の前に閉鎖、閉鎖っていうか、あ、ちょっと中断っていうか、そう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 、いいよね、四国に水族館ができるって。うーん、行こう、また広島もあるやん。あるある、おるけどさ、あるある。愛媛ないの？愛媛はね、ないね。そう、ないね、一個ぐらい、うん、あるよ、高知あるね、高知は。へー、高知あるん？高知ある、桂浜水族館、え、行ったことある。え、サメの水族館ないって？え、サメの水族館、サメ、サメ、サメだけなんです。サメ、こんな、ないか。あと5分やけど、こんなしょうもない話しちゃってよかった。じゃあちょっと先に壇上読みますね。もう終わっちゃうので。はい。13位、虹の戦士、森健さん、ゆみりの笑顔は最高の宝物。ありがとうございます。12位、はるみんさん、滝の美、かかみよし、ありがとうございます。11位、あきんなさん、ゆみりん不足中、お友達ありがとう。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。10位、としきさん、配信ありがとう、早く会いたいですね、早く会いたいです、ありがとうございます。9位、くまねパパさん、お友達配信楽しいね、ずっと見ていたい、だって、嬉しい、ありがとうございます。8位、スワンプくんさん、お友達配信はゆびりんの自然な笑顔が見れて楽しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。7位、芋太郎さん、いつかお会いする日が来ますように、ありがとうございます。芋太郎さん。6位、石秀
ゆみこ大好きさん、配信オンタイムで見るのが好きな一人、ありがとうございます。オンタイムで見てください。ありがたい、ありがたい、ね、5位みずさん、久しぶりに大笑いしました。お友達もありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。よい、おいでませ、元気さん、女神とお友達、わちゃわちゃ配信ありがとう、ありがとうございます、わちゃわちゃ配信、ありがとうございます。サイナオさん、早朝リブロース神推しだって、え、嬉しい、ありがとう。9人のユニット名はありますか。なんかあるけど、ちょっとあれだよね、なんだ、地名が入ってるっていうか、STU にもじったユニット名がある、もじったユニット名があります。頭文字を取った、ありがとうございます。全然48じゃないのにコーラさん、コーラを1日4本飲んでるけど、友達もコーラたくさん飲んでね、コーラたくさん飲んでるんだって、コーラさんが、この間飲んだ、この間飲んだ。ありがとう、 BBQ ちゃん、またコーラ買ってあげるね。なんだよ、ゼロキロカロリーはいいです。はい、1位遠藤さん、お友達本当に面白い、今日も楽しい配信ありがとう、こちらこそありがとうございます、遠藤さん、ありがとうございます。なんかありますか、なんか最後に、なんか遠藤さんいつも1位なの、いつも、なんだろう、いつもこう配信によって人は違うけど、そうだね、前回もだし、今回も、うん、大体、うん、素晴らしい人や、素晴らしい。明日はミサンガ配信でよろしいですか。楽しみだね、明日はミサンガ配信、楽しみ、じゃあ明日は私も見るね、うん、私も見るわ、じゃあ私も見るわ、私も見るわ、うん、何本できてるかね、そうそうそう、小指サイズかもね、いや、ちゃんと間に合ってるといい、負けるように頑張ります、ミサンガ遠近法使っちゃダメよ。ちゃんと編みます。ミサンガ買ってきて作りましたもダメよ、いや、ミサンガ売ってないでしょ、そんな、売ってないじゃん、売ってないよ、売ってないです、はい、圧が半端ないって言われてる、いやいや、そんな強制じゃない、無心で作ったらダメよ、心込めろよ、はい、心込めます、心込めます、諦めて、諦めちゃいけんのよ、はい、諦めません、ちゃんと頑張ります、頑張ります、頑張って、頑張って、ファイト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 、頑張りゆみりん、頑張りゆみりん、なあちゃんにプレゼント、あ、でもそうだね、なんか多く編めたら確かにななさんに送ろっかな、東京に。踊らない。バレた、踊ってる、みんな、みんな踊ってる、全然映ってない、踊ってる、あ、夢力を送ってくれてる、バーベキュー野郎がめっちゃ踊れるもん、さっきからバーベキュー野郎って、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん、手振りたくなるね、おやすみなさーい、おやすみゆみりん。